ロッテグループしげみつひろゆきしげみつひろゆきは東京都出身の日本の在日韓国人2世の実業家。ロッテグループ元副会長。韓国名はら東がしげみつ竹雄の長男。小東幼稚園から青山学院初等部入学。1976年青山学院大学理工学部経営工学科卒業。1978年。 青山学院大学大学院、理工学研究科経営工学修士課程修了。1978年三菱商事に入社する。1987年ロッテ商事入社。1988年同社取締役。1991年株式会社ロッテ常務、取締役。2001年取締役副社長。2009年株式。 会社ロッテホールディングス取締役副会長となる。日本中インガム協会会長、ロッテ国際小学財団理事長も兼ねた。2011年ロッテ商事代表取締役副会長兼社長に就任した。ロッテ商事の社長交代は、1952年12月にロッテの営業部を独立させて、設立以来初めてのことであった。2014年12月、 ロッテ商事社長など、グループ3社の役職を解かれた。2015年1月、ロッテホールディングス取締役副会長職務を解かれ、事実上経営陣から放逐された。2018年2月15日、韓国前大統領牧ク,クネとその友人への、贈話遺罪に問われた弟の茂光昭夫が、 懲役2年6ヶ月の実刑判決を受けて、身柄を拘束されたことを受けて広行が、ロッテホールディングスの筆頭株主である、光カリルーシャの社長として、報道資料を出し、日韓ロッテグループの代表者の地位にある者が横領、背任、贈賄など様々な犯罪行為で、有罪判決を受け、収監されたことは、ロッテグループの70年の歴史上、前代未聞の出来事だとし、秋尾の 即時辞任、解任と、コーポレートガバナンスの刷新、立て直しが不可欠だと強調した。2020年4月に、秋雄を、会長から解任するよう求める株主提案を提起、したが、同年6月24日の株主総会で、否決され敗北。2020年6月には、父、武雄の遺言状が発見され、その中で武雄は、自らの後継者を、 次男の秋夫と定め、広雪については、ロッテホールディングスや韓国ロッテなどの実務、人事からは排除するよう求めていたことが判明している。日本で生まれ育ったため、会話では日本語を用いる。韓国語は、聞き取ることはできるが話すことはできない。2015年の韓国メディアによるインタビューにも、日本語で答えたため、韓国では、韓国語を忘れてしまった、韓国人が、 韓国人と言えるのか、国籍は韓国だが精神は日本人と批判された。これ以降の韓国マスコミとのインタビューは英語で行われている。つら東主に関するカテゴリー。ありがとうございます。